影する。写真でも動画でも本格的な撮影を内蔵 EVF が可能にしてくれます。撮影しながらスマートフォンに転送すれば、そこからまた楽しさが広がります。 SNS にアップすれば思い出をたくさんの人とも共有することができます。その部分が素晴らしい景色、時間の中でも良い撮影を撮影来てないかな、すまない。Thank you.
126kg。撮影地にはカメラを持った方々とかあるいは報道陣とか例年地点とか大体いたりします。
吉村和俊さんによりますセミナーペンタックス 64Z と利口シータで旅する世界をお届けいたします。カナダ暮らしをきっかけに写真家としてデビューされた西村さんは以後東京を拠点に世界各国国内各地を巡る旅を続けながら有名な撮影活動を行っていらっしゃいます。前まで1月ぐらいだったのかな。近かったから、ね。
表する企画だということですね。でそれが起きるだけだったら、例えば今いろんなカメラに周辺原光放射機能ってついてるんですけど、はいすね、それで明るくすればいいじゃないか、明るくはなるんですが、後継色を持ってしまうと、65度1.14 くらいで、はい、
じゃあすいません、またはい、どうも。ゲームをセットしたら、カウンターを置いて、そして、ここでボタンでね、DTL と、DTL と、マニュアルっていうのが、ボタン一つ。でね、アマチュアの皆さんがね、使いやすいように、やりやすいように、本当はね、スタートからって言われるんですけど、一番分かりやすいので、そのうちで、You've been on it since you were born.
して、普段マックだったんですけど、あの後で少しバフォットというね、バフォットとかスピードゲームとかそういうことで、後で露出を上げて、ちょっと明るくして、それでバフォットを表現します。それ以外、カマドバーを濃くしたりっていうのは実はやってなくて、実はその一発目でもこれくらいのカマドバーが、また、じゃあ、また、日本でもぜひなかなかこういうまで合成しないと取られない世界が終わるわ。まずはアップで撮るか、キーで撮るかを決めて、シャッターチャンスを確認しますと、次が撮影が続くので、シャッターチャンスは、もし撮影が続くので、
で右側のところこちらですね。でここにタイトルを入れて、このキーワードがきちっと合ってるかな。シグマとか、シグマとか。ちょっと早く来すぎちゃったね。
上の1個だけ使ってもらっても大丈夫です。
明るめにしました、ね、でやっぱり極端な話、じゃあ 7.2 を 6.2 にしようかなって一絞り、少なくしました、これを落としました。それで、はい、で一絞りの落ちてるわけ、これ大きいのは当たり前でしょ、
レビューの味もあるので、友達の通過ビデオって言われて、ちょっともう2、3枚くらいですけど、日本の作例を千葉の私、今